趣味がありますか？精神科医カバサー師匠のカバチャンネル、皆さん何か趣味をお持ちでしょうか？何かこう打ち込める娯楽というか楽しみというか、まあスポーツとかでもいいんですけど、プライベートな時間使ってですね、これをやってる時が一番楽しいんだっていう、そういう仕事以外の部分ですよね。趣味がありますかっていう質問をすると、意外とないですとか、あるいはって言って10秒も20秒も考えて、その結果ありませんっていうような人とか、そういう方ってのは結構多いんですよね。普通趣味があればもう即答すると思うんですけども、なかなかそういうふうに自分の打ち込めるものっていうのがない人が多いのではないかというふうに思うんですね。私の場合で言うと、まあ、映画、読書、ウイスキー、まあ、カレー、食べ歩き、旅行等々、まあいっぱいあるんですけど、あとはエアロビクスとかね、トレーニング、ジム通いとかですね、そういうのいっぱいあるんですけど、まあないっていうのがちょっと信じられないなっていうふうに逆に思うんですよね。趣味を一生懸命やるってことは非常に重要なことで、なぜかというと趣味ができる人が仕事ができる人っていうのが私のイメージだからです。逆に言うと趣味がないとですね、仕事もできないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なぜかというと、こう趣味っていうのはまあ遊びですけども、そこに打ち込むっていうことで、例えばそこでモチベーションが上がりますし、集中力も上がりますし、それをこう繰り返し反復してこう極めていくっていう、そういう練習にもなってるわけですよね。そういったものっていうのはそのままビジネスとか仕事にもそのまま役立つわけですよ。例えば何かスポーツをやってる人が仕事をするとこう成功しやすいみたいなこと言われますけど、それも同じことでですね、スポーツっていう一つのことをある程度こう攻略できたというかですね、ある程度の水準までいけた人っていうのは、そういうモチベーションを上げたりですね、何か一つのことを続けていくようなトレーニングを受けてるわけですから、それも同じことなんですね。なので逆に趣味をやってもですね、1週間ぐらいで飽きちゃう人が、じゃあ仕事で何か新しいのをやれって言われた時に、仕事だとできるのかっていうと、やっぱ難しいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だから何かに情熱を注いでそれを続けていくっていうのは、趣味も仕事もですね、実は同じ働き、同じような側面を持ってるんじゃないかっていうのが私の考えです。逆にそういう趣味も一生懸命やってる人が、まあ仕事とかで成功してる、本当のこう大きな成功してる人っていうのはね、プライベートでもなんか面白いことをやってたりする人が多いんじゃないかなというふうに思うのです。趣味って言った時ね、やっぱゲームとかいう人が多いんですよ。ゲームっていうのは、まあ、趣味ではあるのかもしれないけど、この受け身なんですよ。ただね、与えられたものをただやってるだけの話で、そこに自分で何か計画性を持ってこう積み上げていくというものではないので、逆に言うとゲームなんかいくらやってもですね、成長するのかという話なんで、またちょっと違ってくると思うんですね。ということで、皆さんがプライベートな時間に情熱をね注げるものがあると、そういう一生懸命やるってことは非常にいいことじゃないかなと。結局そういう部分のエネルギーっていうのが、まあ仕事のエネルギーにもつながっていきますしね、趣味を頑張れる人が仕事を頑張れる人なんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんも何かそういう打ち込めるようなね、楽しめるような趣味というものを持って、そこにエネルギーを注いでいくということがとてもいいことだと思います。